地雷を探すヒロラット・アポポは、ベルディー人社会的企業家、バート・ウィートジェンスによって創設された、タンザニアに本拠を置く社会的企業である。アフリカオニネズミと呼ばれる、アフリカ原産のネズミを訓練し、その優れた嗅覚を活用して、地雷を探知、除去する事業を展開している。厳しい訓練を乗り越え、基準に合格したネズミたちは、ヒーローラッツと呼ばれている。 ヒーローラッツの特色は、アフリカ地域が抱える人道上の問題に対し、アフリカにある資源を用いながら、アフリカの人間の手によって、育成、展開可能な低コストで、しかしたの地雷探知技術と同レベルの成果を上げることが期待される、全く新しい地雷探査の技術を提供しているという点である。近年では、 訓練されたネズミの嗅覚を利用して人々の唾液から結核菌を検出する技術の開発も進められており、すでにタンザニアの5カ所の病院にて実用段階に入っている。ヒーローラッツは人間社会が抱える人道的な問題、危険に対してネズミの嗅覚という新しい解決を提案するものである。アポポの創業者であるバートウィートジェンスは幼少の頃、 ネズミを非常に可愛がり、これをペットとして飼っていた。成人するに従って、ネズミへの関心は薄れてはいったものの、彼らと遊んだ思い出は常に胸の奥深くにあったという。年を経て残留時代が抱える問題の深刻さを知るようになったバートは幼少の頃に飼っていたネズミのことを強く思い出すようになる。というのも、ネズミが持っている非常に鋭敏な嗅覚と、 反復運動を通じて訓練を積ませることの容易さを組み合わせれば訓練されたネズミに地雷に含まれる火薬の匂いを特定させるという方法で地雷探知、除去事業に貢献できるのではないかと考えたからである。また、ネズミ程度の軽い体重であれば地雷の上に乗る、通過しても爆発に至る可能性が低いことも利点に挙げられる。当初はベルギーで研究を始めた バートであったが、やがてタンザニアのもろごろに本拠を移すようになる。残留地雷に苦しむアフリカの人間が、先進国の設備の援助に頼らずとも自分たちで地雷の発見、除去作業ができないか、技術の極地化をすることが重要ではないかと考えるに至ったからだと言われる。ネズミを使った地雷探知、除去作業は、施設での研究、トレーニングを経て、 ついに隣国モザンビークで行われた実地作業において実際の地雷を発見するに至る。以降、順調に規模を拡大し、これまでに約130万平方メートルの調査を完了し、住民たちに安全な土地を取り戻すことに貢献している。これは甲子園、球場100個分の広さに相当する。地雷探知事業での成功を背景にアフリカが抱える。 別の問題にも、ネズミの嗅覚を活用する取り組みが進められている。サブサハラ地域において、年間200万人が亡くなると言われる結核である。バートが開発した手法は、訓練されたネズミが人間の唾液中から結核菌を発見するというものであり、病院から集められた唾液サンプルの上を、ネズミが歩いて判断するというものである。唾液全体における、 結核菌の匂いの有無をネズミに判断させるため、一部の実を人間が顕微鏡を使った視覚で判断する場合に、比べて結核菌の見落としが少ないという利点がある。すでに実用段階にあり、タンザニアの5つの病院でネズミが結核判定の二次検査に用いられている。毎週10から15件の医師が見落とした結核菌の含まれる唾液サンプルが見つかるという。 火薬を嗅ぎ分けるネズミ、地雷除去に活躍、小さな小さな救世主。カンボジアで地雷を除去する、人命救助ネズミが大活躍、地雷を撤去する、訓練を受ける、ヒーローアニマル、アフリカオニネズミ地雷探知に、結核の検出、ネズミが人命救助に活躍アフリカ、お仕事をしている動物は犬だけではない。地雷探査をする、オオネズミ、アフリカオニネズミがすごい。 ありがとうございます。